始まったのか。でも見てよ今の僕、ダメになった僕。こんばんは。人を傷つけてなななななな、なんでちょっと歌詞覚えてない。別に君を求めてないけど、そばに君がいると思い出す。君のドルチェ&ガッバーナの香水のせいだよ。誕生してくれましたね。私もキュウリを食べます。もう胸やってる。なんかこのワインを開けたいなって思って始めました。ペース上げて飲んでいきます。夜更かしして大丈夫って思うじゃん。私いつもね朝ね7時ぐらいに寝てるの。秘密、秘密ね。すごいすごいすごいね。秘密、秘密ね。みんな心の中に留めておいて。今日でもね朝ね9時に起きたから多分ねすぐ寝ると思う、これ飲んだら。でさ、美容院行った後ってさ髪洗えないじゃん。お風呂早いよね。私夜風呂派。ギターちょっと今ちょっと弾く。あるよ。しね、しギター今日弾こうかなって思ってね、パソコンもすぐそこに置いてんのよ。今ねちょっとねすごいねいいこと思いついたってなんか。ちょっと最近あのねあんまり成長してないんです。前からでも今練習してるちょっと曲をじゃあ聴いてもらいましょうかね。このまだそんな人が集まってない時にこうギターを弾くのはちょっとレアじゃない。なんかさこうレアなことっていいよね。バカみたい。今バカみたいとか言ったらいつもバカじゃんって思われそうだけど、部屋防音じゃないけど別に窓閉めてるから大丈夫かなっていう。カポさん、カップあった。ワインを飲み切ろうって思う放送だけども、完全にギターし始めたら集中しちゃうからさ、よっしゃーって書いてある。よっしゃーって書いてある。どうした。いますよ。曲名とか言わず急に始めていいですか。あ、これスクロールにしよう。懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。でもあなたを
早すぎてもすごい先言っちゃった。幸せと呼ばない、あ、お、なんかチューニングがしよう、ちょっと待って、全然いつもとチューニング違う気がする、ちょっと待って、ちょっと仕切り直していい？あ、結構ずれてる、え、さっき直したのに、このギターさ、あのチューナー搭載してるからマジ楽なのよ。突然弾いたからね、耳チューニング自分の耳をそんなに頼ってないよ、まだ初心者ですから。あなたは完璧です、キング。 Thank you, I'm perfect perfect human デン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 、ポップヒューマン、待って、懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた、でもあなたを見たと幸せと呼ばない、聞かないで、傷つくのは上手じゃない、友達ならいるけど、だ、あ、ちょっと待って、スクロールしてほしい、幸せと眠くなるよね、よく聞かないで、傷つくのは上手じゃない、友達ならいるけど、最後が見れないんだけど、 Sweet Memories、 ここからは英語です、わかんないです、見よう見まねなんだよこれ。この曲いいよね、なんか歌に気合入っちゃってあんまギターが進んでるかわかんないけど、今日いつもより薄メイクだからね、目がすごいトーンってしてるよね、もう酔ってきたからもあるかもしれません。
ギター楽しい。でも最近ねあんま進まないのよ、なんか進んでる、まあ、みんなが聴いてくれるから私は多分ねやる気が出てる。すごい、誕生日なの？おめでとう。いい一日を過ごしてね。誕生日、あ、まだ過ぎてないじゃん、もう今日じゃん。いい一日だったね、ハム太郎。へけ。早っち。もう12時過ぎてるもんだと思ってた、この感じ。カッパ外したんだ。練習してたのとコード違うな。聖子さんブーム来てるね。私なんかねやっぱ昭和歌謡とね、私歌声のマッチがすごいいいんだよね。さっきさチェリーブラッサムが好きってさコメント書いてくれた人いるけど、すごいわかる。でも私制服って曲がすごい好きなんだよね、松田聖子さんの、あ、これだ。丸い色の汽車に乗って海に連れて行ってよ、タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、知り合った日か、あ、何今の半年へへみたいな人。でもあなたってでも にならない。あ、スクロールして、 I will follow you、 あなたに、あ、 I will、 え、すごいスクロールしちゃった、ごめん。I will follow you、 あなた、あー間違えた、 I will ちょっとまだごめん練習中。 I will follow you、 あなたについて行きたい、 I will follow you、 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、何はの岸辺に咲いた赤いスイートピー。ちょっとまだギター、もうちょっとすんなりいけるようになりたいな。恋に落ちてる、世界は恋に落ちて、なんかアニソンがもうちょっとさあればいいんだけど、アニソンでさこういいさコード探せるサイトない？誰か教えて。ちょっとチューニングずれてるかな。Thank you.
フレット、今ユーフレット見てるの。アニソン、アニソンっていう項目があればいいね。うん、シュガーソングとビターステップってやりやすいの？ユニゾン難そう。田淵さんが作る曲は勝手に難そうだと思ってるんだけど、そんなことない？カポヨン、カポ、カポ、ワイのカポ、ここワイとか言っちゃった。シュガーソングとビターステップ絶対めっちゃむずいんだけど、てか早い。無理だわ、無理無理無理、この曲早くて無理。だってさ、頂点ピンチみたいな競争に揉まれて、こんな毎日平和と見間違う、ラムリコース早くない？眠られながら、もう合ってんのかも分かんないもん。分からん分からん、無理ゲーよ。アクアの曲もいつかね、ギターできたらね、披露したいけどね。ジャパリパークでさ、大石さんのジャパリパークの弾き語り大好きなんだよね。ジョッテンバッテンみたいなバカにしてないよ、決して、決してバカにしてないですよ。ノッテンバッテン、大騒ぎ、泣かな惹かれ合うの、大石さん大好き。もっと私が好きな曲ないかな、簡単なの。むずいよね、なんかパッパーで。あ、そう、最近練習してたのだけ結局やっていいじゃん。まだやってますやりよ。ちょっとこのワインをね、開けるまでやろうっていう気合があるんだけど、ギター弾き始めちゃったらもうめちゃめちゃ飲むスピード遅くなっちゃうから、ちょっと。最近練習してた曲、一曲弾いていいですか？あ、スクロールして、スクロール、お願いお願いお願い、お前じゃねえ、お前、え、しょ、なんか広告押しちゃった、口悪くてごめん、普段こんななの。いきます。Oh,
っすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい、ここにある幸せに、あ、間違えた、に、え、に、こっち、あ、こ、3、ここか、ごめん、ちょっと仕切り直していいですか。ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい、ここにある幸せに気づいたから、ボトル入りました。ありがとうございます。グイ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 、ちょっとあの知らないけど合ってる。なんだっけ、私のほんとね、パリピの友達がやってた香料を思い出せないな、めっちゃ好きなんだけど、グイグイみたいなやつ、なんだっけ。ひまわりの約束、そうこの間もやったんだけどさ、この金がすごいやりやすいなって思って、でもね最後がガチなのよ、最後がね、ひまわりのようなまっすぐなそのや優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けて痛いだけっていう説あるからね。あのひまわりみたい、今日ねひまわり買ってきたんだよ、今の家のお花ひまわりなの。まあいいけど、歌ってる時さ、ひまわりの周りのような、これね、これね。マジブスだな。なの顔、これだからな。やばい、超面白いな。そう、このさランキングにもさ、この八の字ね、私これなんかさ、え、すごい、なんかわかんない、今度シュカのさ生放送とかあったら誰か言ってほしいけど、なんかシュカってねこれができないの、なんか眉間にシワ寄せてこの鉢こうってするのができなくて、うんってやってって言ったらうんってやるの。それが超可愛くて。それがね私のね斉藤シュカさんの好きなところなんだけど、ちょっとシュカオタクさん一人ぐらいいるだろうから、ちょっと今度シュカさんの生放送とかがあったら言ってください、しかめっ面してみてくださいって言ったらってやる。かわいいよね、一オタクだから。え、これもこのキーでやったらなんかいい感じになるんじゃない？夜中に
サビだったらいけんのかな。うん、別に君を求めてないけど、そば横にいられると思い、あ、そっか、別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す君のドルチェ香水が好きすぎてこれをずっと練習してた今日っていうギターでした。え、あ、シュカの番組ちょうど始まった。ごみーん生放送じゃないし、またシュカにごとがあったら言ってください。じゃあシュカさん、このこっちができなかった気がする、確か。って顔が何なんていうのこれ、 こっちができないんだよね確か。こっちはできるんだよ、こっちは。お酒買ってきたわ、いいね。ケピギタータイム終了ね、簡単な曲教えて、アニソンで。アニソン、眉間にシワ寄せる、そう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 。金曜日のお酒はうまいがさ、金曜日のおはよううまいって言ってね、何のことって思っちゃう。おはようのオーディションしてえ、違うね、振り付け絶対こんなんじゃない。髪型もバッチリ OK 何なんだよこのテンション。だって君に会えるから、イエーイ。いいなあ、私乙女ゲームマジでやりたいんだけど。今出てる乙女ゲームってさ、なんかある？おもろいの。ときめもガールズサイドを超えるさ。あ、そう、こないださ、パソコン閉じよう。あのさ、質問募集した時にさ、金ちゃんのさ、二次元男性遍歴みたいなの教えてくださいみたいに来て、答えようって思ってそのままさ質問どっか行っちゃって流れちゃったの。だけどちょっと今答えていい？乗ってきた。まあまあもう結構今日初っ端からテンション高かったよね。けどさ、まず私の二次元男性遍歴を教えますね。これをちょっと男性遍歴答えてるぞってネットに書いていいよ。もう二次元男性遍歴を教えると、まず私のもうまず恋をしたのがテニスの王子様の推した理由史なんですよ。まず氷堤学園っていう学園でのテニス部に行って、まあまあ実質ナンバー2みたいな感じなんですけど、まあ世間では変態紳士なんかも言われてますけど、私からしたら可愛い中学生なんですよね。で、まあとにかくテニスがめちゃくちゃうまいんですよ。テニスの中でたまに心閉ざしちゃったりするところがすっごい可愛くてね。でもまあ私まあまあ恋したのはまあ彼と同い年の時だったんであれなんですけど、まあ、なぜか私の方がねちょっと年上みたいになっちゃってあれなんですけど、まあその時私が好きになった時は世間ではもう変態紳士がもう大ブームだったわけですよ。で、え、押したり好きなのみたいな、変態じゃんぐらいの感じで思われてたと思うんですけども、彼のもうね紳士さといったら半端ないですよ。もう私もう何よりテニス上手いから、もうテニスが上手いから、いい。急に心閉ざし出した時はどうしようかと思ったけど、
もうそんなのも受け入れるわ。テニスで心を閉ざしたからどうなるんだって思ったけど、なんかちょっとうまく いったような感じだったね。テニスで心を閉ざすっていう技を使ったからって全員オープンだったのかっていう、なぜかなんか謎の疑問が残るけど、まあなんか彼が心を閉ざしたことによりなんかかっこいいってなって、なんかちょっと点が取れたのかもしれないよね。うんね、テニス上手いのよ彼。そうみんなはもう跡部様にキャーって言ってる時に、私はもう押したりくんかっこよくないみたいな、関西人だしなんかシンパシーみたいな感じ。そうでもう彼との妄想はいろんな、もうバイトしてる時も学校行ってる時も、あ、押した粒子がいたらなってもう思いましたよ。うん、もう今や手にぬになってしまったけどね。そう、そんな押した粒子を思い続けた時があり、その後はね、私はね、確か私白鸚鬼がめちゃめちゃ好きなんですよ。白鸚鬼の私東堂平介くんがめちゃめちゃ好きで、これ押したり言うし好きだったのに平介なんだって、だいたい佐野さんじゃないみたいになるんだけど、私はもう平介くんが好きすぎて、もうへいちゃん、かわいすぎる、ラブ。もうへいちゃんのために生きようみたいな時があって、東堂平介神芸隊だったよね感じで、もう白鸚鬼の世界観、私千鶴だったから、でも千鶴としてはもう恋してたけど、もう完全にへいちゃんの幸せのためを願う自分があり、だから平助以外のルートができなかった、もう悲しすぎて。平助が死ぬルートなんて絶対しないよみたいな。そうね、平助ってみんな可愛いって言うじゃん。もう私からしたら可愛いなんてないんだよね。もうかっこいいでしかなくて、その時は。あ、BL じゃないわ、私もう今だって自分が恋愛してると思って喋ってるからね。うん、でもう完全なる、もう東堂平介メロメロオタクだったから、もう全ての、しかもその発行期初期だったから、グッズもほぼなくて、もうアニメイトのオトメイトエリアでもうタムロよ、タムロ、もうほぼ全部のグッズ買ったね。もうでさ、白鸚鬼のアニメがさ始まったわけ。そしたらさ、もうこうゲームやってる人間からはさ、はっ、土方ルートねこれみたいな、あーはいはい、平助はもうはいあそこで死にます、はいはいみたいななって、もう白鸚鬼のアニメ1ミリも見なかったよね。もう1話しか見なかった。っていう、まあ私の第二恋愛があったよね。ちゃんマジオタクよ。んで、めっこいでけ。で、そっから革命が訪れるの。もう平助、あ、アニメ白鸚鬼終わったわ。はいはい、どうせあそこでああなったんだろ。はいはい、って思ってる時に。じゃあときメモガールズサイド3をやりまして、私ね 1,2,3 全部やってるの。てかときメモガールズサイドが大好きで、で 1,2 もやってるけど、まあ言うてそんな、まあ楽しいけど、まあそんなガチで恋する人いなかったのよね。なんだけど、まあ3をやった時に雷が落ちて、
最初パッと見で杉田さんがやってるあのね銀髪のあの一番のキャラメインのキャラ好きになったんだけど、こうやり始めた瞬間にってなったのが、の桜井浩一さん、こうちゃんがもう私の中でうんってきて、ふんみたいな、もうなんだろう、もうエヴァンゲリオンのさ矢刺されてさ嫉妬みたいな感じでさ、おおってなって。まあ桜井浩一さんにやられましたよね。こうちゃんがね、もう私なんか基本的にそういうヤンキーキャラみたいなの今まで一度も燃えたことなかったんだけど、私今までこの遍歴考えたら全員タイプが違うんだよ、その二次元の。もう桜井浩一さんとデートした瞬間にもうこれみたいな、私好きなのこれみたいななったのよね。そう、イタリアからこんにちは、すいませんこんなんで。もうわしづかみにされた。私諏訪部さんのキャラクター、まあ、アトベとかもあるけど、諏訪部さんのキャラクターってみんな好きじゃん。もう私は諏訪部さんに落とされない、別にそんな諏訪部さんがやるから好きじゃんなわけじゃないしとか強がってたら、なんか諏訪部さんが好きなキャラに落とされるような私じゃないわみたいな。けども桜井浩一さんに出会って、こうちゃんこれって諏訪部さんみたいな、まあ、別に声が好きなわけじゃないけど、ちょっと衝撃でしたよね。うん、ちょっとやめて。コメントが面白かった。うん、もうね、で諏訪部さんもまあまあ素晴らしいけど、私はね桜井浩一を生み出してくれた制作陣に感謝をするよ。てかときメモガールズサイドみんなやったことある？やったことある？普通のときメモとマジで違うよ。あんな神ゲーないからね。やったことある？ある人手挙げて。ある人手挙げて、もうニット初心者みたいな。のないって言ってる人さ、マジやってみ？男だろ。男だとしてもやってみたらマジでね落ちるよ。桜井さんと大石さんは分かんない。いや分かるけど。もうないってやってる人しかいないわ。いる人いないじゃん。なんなんだよ。ここはなんなんだ。チーズ1本で何十分食べたね。確かに。私マジでもね、見てチーズもう1本あるの。やってみよう。もうそのお前がとか言っちゃった。君が男かどうかとか知らないけど、ときめもガールズサイドやってみ。マジ楽しいから。語ろうぜ。みんな誰が好きなの逆に。酒チーじゃ2本目食べるわ。なんでキュウリも食べよ、ちゃんと。だからそうね、
え、ワンツースリー超楽しいよ。なんか普通の時はもっと違くて、なんかファッションが選べたりとか、その着てるファッションによってなんか男性に審査されんの。今来た人は楽しんでね。みんなはさ、二次元の女性とさ、二次元の女性恋愛遍歴の一番の思い出をじゃあ語ってよ。ここで長文でもいいから私読むよ。金ちゃん飲んでなくない？おうお。私さ、すごいさ、別に自分がパリピじゃないけど、全然パリピじゃないの、なんか結構性分的に。だけど私パリピ大好きなんだよね。パリピの友達とか超好き。あー、ちょっと連絡しよう。一緒にデドバやってるから。その子が言うその謎のコールが大好きすぎて、ちょっと今思い出せないわ。飲んでなくない？もううお。大好き本当に。この世の終わりで草とか。いやーマジ面白いな。みんな飲んでなくない？もううお。これ勝手に振り付けしたから、もううお。ジャンヌにガチ恋してわかる。なんかさ、今すごいキューちゃんみたいだった。うん、まあ、なんかちっちゃい頃なんかさ、ちっちゃい頃なのかな、彼が何歳かわかんないけどさ、ガチ恋するよね。今来たご機嫌。そう、今日ちょっと楽しい、みんな面白いから面白くなってる。別に記憶なくなるほど飲んでない。もううお。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、今私のあれだわ、ちょっとカバンを移しちゃった、あっちにある。ごめんごめん。今質問をね、ちょっと移そうと思ったのに反対側のカバン置き場を移してしまった。かなこ飲んでなくない？おうお。バカだな。結構今頑張って飲んでんだけど、今半あとでもちょっとだ、結構いった。これを飲み切るまでインスタライブはやろうって思ってたんだけど、ま、酔っ払ってんのかもう分かんないな。なんかあんま結構普通だけど、洗濯物じゃない。うん、びっくりするぐらい汚くカバンを飾ってる。でも結構今いいペースで飲んでるよ。なんかギター弾いちゃったし、一本開ける気で飲んでる。でもなんか普通に飲めるな、このワイン美味しいから。僕の二次元の初恋はブラックマジシャンガールでした。でもなんかね、わかる、ブラックマジシャンガールってなんかさ、エロいよね。なんか遊戯王でこんな可愛い人いるみたいな。感じじゃない？金ちゃん飲みすぎだぜ。もうみんながさ、このコールっぽいから、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、時間ちょっと待って、すごいすごいすごいことになっちゃった。で、あの、すべてのこの障害物が飛び散ったわ。私がウォウをしたせい、金ちゃんウォウをしたせい、ウォウォウになっちゃった。
これは申し訳ねえ、ウォウをしたせいだ完全に。これはお前酔ってんなって言われても仕方ねえ。食べます。飲みません。食べます。映ったらあかんもんはないよ。でも多分配線コード。ほんと酔ってるって感じじゃないんだけどな。面白いね。おもろ、わら、くさくさくさ、www。www から草になったときちょっと寂しかったよね。あ、でも外交酔い量みたいな、なんか中国のあばばば。キュウリはめちゃめちゃ無事だ。なんかキュウリむしろもう無事じゃなくなってほしいぐらいあるんだけど、結構しんどくなってきた。もう今水分タポタポだよ、キュウリのせいで。でも食べちゃうよね。今日の晩飯これだから。ひもじい。作るのめんどくさくてキュウリでいいやって思っちゃった。これだよ。やってるよまだライブ配信。待ってたと思ったでしょ。乗ってからね。いい波乗ってんね。隣のあなたもいい波乗ってんね。TikTok できそうじゃない？こんなもっとなんかフィルターかけないとあれだな。デカめ小顔フィルターかけるわ TikTok やるときは。隣のあなたもいい波乗ってんね。もう古いこれ。今何が流行ってるの TikTok。 TikTok あんま見ないんだよね、登録してるけど。あさみさんのやつだけ見てるよ。ラブあさみだから。じゃあみんなの質問をちょっと見ていこうかな。逃げだよ逃げ。野球部に一言。行くぞ甲子園。あとはすごい2回も来てる。 SAO で好きなキャラクターを教えてください。だって感じた。教えてください。ピリカちゃんです。私はロリコンなのでピリカちゃんが好きです。ピリカだっけ、あのなんかちっちゃい竜を持ってるあのちっちゃい女の子。あ、そっか、甲子園来年だね。来年は行くぞ甲子園。私地元が甲子園めちゃめちゃ近いからさ、甲子園の時期人だらけだなって思ってたけど今そうだよね。シリカちゃん、ピリカ、ピリカちゃん、ピリカピリララーだね、もう完全に。お、おきなこ、えでピリカピリララシリカちゃんだわ。ピナ、あ、ピナとシリカ、そうピナが、あの、ペットで。そう。で、私ね、最近ね、あ、好きな男性のタイプはって、なんかいつか質問されるかもって思って、私深く考えてたのこの間寝る時で。好きな男性のタイプってなんだろうって思って、なんかすごい深く考えてたの。でも答えに導けなくて、でまず考えたのが、私体をちゃんと鍛えてる人が好きだなって思ったの。なんかでもその理由って別にマッチョが好きなわけじゃないの。
なんだけど、体をちゃんと鍛えてる人って心が健康なんだよね。でなんかその体を鍛えることってなんか心の健康につながるんだよ実際。なんか自分もなんかモヤモヤしてる時にこう結構筋トレとかするようにしてて、なんかそういう意味で体が健康な人、心が健康な人が好きなのかとか、なんか分かんないけど、なんかそういう質問されたらどうしようって思ってずっと考えてたので、結局答えは出なかったよねずっと考えてたんだよねそれを。なんか寝れない時になんか鍛えてる人ってポジティブな人多くない？だから私ポジで結局そうなったらポジティブな人が好きなのかなとか思って、でもポジティブすぎるとうざいなとか思っちゃって、いけるよとか言って、全部いける、かなこならいけるよとか言われてもうざいなとか思っちゃって、好きなタイプってなんだろうとか思って、でも筋トレしてるのは大事だと思うよ、すごいいいと思う。ガチムチガチムチ同士はもうパンツレスリングしといてください。さっき酔ってるかな、顔変わった何これうざでもね、ネガティブな人はね筋トレしだしたらポジティブになるよね。なんか筋トレってさ成果しか出ないから、だからもうプラスしかないんだよ結局、だからポジティブになるんだと思う。まあポジティブすぎる人もうざいけどね。ちゃんとお水も持ってきてます。筋トレしてる人は本当に悪い人いないと思うよ。そう思う。チェイサー、夢色チェイサー、グってなった。ちょっと待って、さっきの人から来たブラックマジシャンガールの次はポケモン映画のカノンでした。カノンってさ、あのさ、あの時だよね。なんだっけ、あのポケモンの名前が思い出せない。なんだっけポケモンのあの名前、あの時じゃない、あの時、あの神聖なポケモンの時じゃない、あ、ラディアスか、次だと思ってた。でもそれ彼のさ、もう性の目覚めの話だよね、もうむしろ。もう初恋かどうかというより性の目覚めがそれだったってことだよね。それはちょっと知らないな。すごい、好きな女性のタイプはわらわらわらめちゃめちゃ笑ってるじゃん。好きな女性はね超笑ってるけど、まだやってるよ、やってるから。でももう最初より見てる人多いのはなぜ。好きな女性のタイプは、私はね明るい人だな。なんか私結構女の人の方が好きだなって思う時多いの。てか私それを小6の時に思ったことがある。なんか私小6まで、てか AAA の日誌に出会うまで
男の人を一度も素敵って思ったことがなくて、で小6の時までは好きだった人みんな女の人だったんだよね。でだから私あんまり性別を気にしたことがなくて、人次第って思ってるんだけど、好きな女性のタイプはね、自分の世界をも、まあでも男性女性変わんないかも、自分の世界を持ってる人かな。女の人、長くやってますね。でもバイセクシャルとかっていう意味で言ってるんじゃなくて、普通になんか私人として考えるから、まず出会った人、その男女とかじゃなくて、そう思うとなんか私が好きなタイプって、まあ生きることを楽しんでる人が一番なのかも。まあ会う人間が会うはそりゃそうだね。まあでも顔はある、めちゃめちゃ顔のタイプはめちゃめちゃある。正直顔がタイプだからこの子と仲良くなろうはめちゃめちゃあるよ。でも顔がタイプだからっていうのは結構大事だと思ってる。なんかこの子の顔めちゃめちゃいい顔だな、この子めっちゃいい子そうだなって思うと仲良くなると絶対いい子だから、私超面、今すごい気づいたね、私面食いなのよ。私仲いい友達可愛い子しかいないの、本当に超面食いね。なんかそう、実際確かに美人ばっかだね私の友達。可愛いっていうか美人だね。なんかあの顔のパーツがどうこうよりも顔が整ってる人が好き。だから愛嬌でごまかしてるっていうよりも顔が整ってる人が好きだね。気づいちゃった、気づいちゃったわー、岩井でっかちゃんだよ。なんかコメントで流れたから言っちゃったけど、ちょっとでも男の人イケメンか、イケメンだから仲良くなる、なんか男の人は逆にないかな。女の子はね、可愛い子だったら可愛い方が好き。でもそれ可愛いから友達になってるわけじゃないけど、なんか結果的に可愛い子が好きだな。あ、まだ大丈夫だった。俺も可愛い方が好き。お前はそうだろ、お前誰だお前は。そりゃ男は可愛い子と一緒に付き合いたいだろ、本当に。オタク女装で可愛くなって近づいてきてくれたら、もうそれがめちゃめちゃもうなんかすごい可愛かったらもういいよ、もう好きになるわ。まあ確かに割と友達になる子が業界の子が多いから可愛い子は必然的に多くなるかもしんないけど、でも可愛い子の中でも私の好きの可愛い子と違う子がいるんだよね。私結構だから人相を見てるから、なんか可愛くても性根悪そうなことは付き合わないな。
マイン1本しかまだ行ってない。あとちょまだ減ってないよ。1本空いたら終わろうって思ってる。可愛かったら酔っ払いでも許せますかね。お前が酔っ払ってたら無理だ。うん、まあ話し方とか見てるかもね。確かに。飲み干さないでね。だってじゃあもう終わりましょうか。終わりますか。ウイスキー飲むまで僕は寝ない。いい心構えです。かわいい、かわいい俺を許して。だってかわいいなら許さない。もう許す、あ、どっち許す。かわいいならね。ヘイコいてすぐ俺じゃないよっていう。私でもヘイコく人好きだよ。なんかと女友達とかでもさ、あ、ごめんヘイコいたとか言われると、なんかあ、かわいいなって思う。逆になんかヘイコいてえみたいな顔する人より、あ、ヘイコいたわスマースマーみたいな。地元の子とかそんな感じだから、そっちの方がなんかかわいいなって思う。目が座ってきたかな。座ってます、指に。どういうこととか言って、え、でも男の人にそういうことされてもそうなのかな、わかんないけど、なんかプ、あ、ヘイコいたわスマースマーみたいに言われて許せた方がなんか固くなに隠す人よりいいかも。固くなに えとか言う人より、あ、ヘイ出たあみたいな人の方が可愛い気がするけど。どうなんだろうねこれ。女子によるよね絶対。サケチーセカンド行こう。逆にさ、みんなが話したいことを今質問のところに送ってきてよ。拾う、マジ拾うよ。なんか人生的な質問もそうだけど、この質問のところってみんなどうやって送ってんの？不女子になったことありますか？だって私ね、でもね、ボーイズラブがそんな好きじゃないんだよね。よりノーマルラブが好き。よりユリが好き。だからなんかあんまりなんかふって感じがしない。もう1時間経ってるよねこれ。だって私普通にお花畑行く時間じゃんって思ったもん。目が座ってる。もうちょっと目をね座らせようとしたな、ここに。どうこの、待って、自分で見えないんだよこの座った時。見えてる。座った今。ここに座ってんの、ここに。このまま続けていいかな。私今お手洗い一瞬行っていいなら、このまま続けるけどどうする。ブーンとか今ギターがちょっと泣いちゃった。これ目が座ってるのよ、ここに。わかる？なんか涙袋からここに座ってるの。今みんながこのままいてくれるなら、私がお手洗いに行けば済む話だと思うんですけど、行ってくれていいですか？じゃあ行ってくる。いいの？叱り事終わったんだったら行ってくるわ。いや、ここドアだからね、ここ。じゃあさ、しりとりしてて、このコメント内で。
え、これ切れたらマジブチ切れるからね。じゃあしりとりいくよ。リンゴ、はい、5から始めて、それでコメントで切れてたらブチ切れるから、ちょっと待ってえ、全然しりとりしてなくない？なんで？しりとりしてるけど噛み合ってなくて草なんかたまに合ってんな。何言うんですね、ラグがすげえんだ。何か何か微妙にあったよ。うん、割と頑張ってた。うん、いい、この質問いいな。顔何割、性格何割でタイプってなるの？逆に みんな書いて、何対何、顔何、性格何で書いてほしい、知りたい。それはこれむずいよね。5-5、10-0、すごい。あ、でも5-5多いね。6-4では、6-4現実味ある。1-9マジで。ね、これね、私ね、今ね気づいたわ。今気づいたことあったんだけど言っていい？これ自分に対して何対何で思ってるかで違うと思うの。なんか自分って何対何で思われてるんだろうって思うじゃん。って時に、あ、自分は、あ、そんな顔で見られたくない、性格で見られたいって思ったら相手のことも性格で見ると思うの。だから
自分が何対何で見られたいかによるかもって今思った。今みんなが書いてるの見て、あみたいな。でも私は第一印象目だね。目、私結構勘が鋭いから目を見て考えちゃう。目見て、あこの人いい人そうって思ったらいいと思う。なんか好きとかじゃなくて、なんか目でいい人か悪い人かが私結構わかるタイプだから。うん、なんかいい目をしてるなこの人。なんか別にタイプじゃなくて、別に友達でも、あこの子いい子だなっていうのが、なんか私目を見て結構いつも判断してる気がする。なんか一点を見つめるような子だと仲良くなるのかな。だから素直な人、でもね二重は好き。うん、うん、目を見たら私大体わかるタイプだな。でもそれ人によると思う。私すごい自分で言うのもあれだけど勘が鋭いタイプだから、なんか目を見たらわかる、この人いい人か悪い人かみたいなの。しりとり、ちょっと最後誰で終わってんの？おい、リエ、おい。目つき悪いって怒る。目つき悪いって言われるってことは可愛がられてると思うよ。目つき本当に悪い人には言わないもんね、あんまり。目つき悪いっすよみたいな。うんこで終わりました。なんかこんちゃやってます。え、逆にみんなの今のさ悩みとかって何なの？わかる。私もなんかフラフラ生きてる感じがする、自分自身。しりとり見てたけど、なんかすごいあの回線のラグが見えた。なんかすごいサケチーをめちゃが食べてるんだけど、サケチーってすごい効き言うんだよね。車の免許ね持ってないけど30までに欲しいなって思ってる。出会いがないはさ多分すごい当てはまるよね。わかる。出会いってさなんかそうそうないよね。もう逆にこうやってこう高槻かな子インスタライブとかで、あこの人の考えいいなとか思ったら気軽にフォローしてみたら、なんか意外と出会えたりするかもしんないよって女子に言うけど、男頑張れ。そのコメントしてた子が女子かわかんないけど、あ落ちた。え食べる。でもこういうコメントの場とかで、あこの人素敵だなとか思ってなんかフォローしてくれると嬉しいよね。嬉しい。男です。あ彼女いないですって書いときなよ。男です。高槻かな子大好きです。彼女いないです。彼女欲しいですって書いてたら、もうくれたら嬉しい。何がいいんだろうね。何々在住
男です。何々在住、金ちゃん好き、まあ、ラブライブ好きです。金ちゃん好きです。ラブライブ好きじゃなくても私好きな人いるかもしれないから、金ちゃん好きです。出会い系インスタライブ、マジそうそうそう、マッチングアプリ、マジな、今マッチングアプリやが、男です、金ちゃん好きです。で座右の銘とか書いていたらそしてで今女の子見てるかな、女の子がちょっとでもなんか、え、この人意外と近いところ住んでんじゃんみたいな、なんか私もたまに東京行くしみたいな、え、一緒にライブ行きたいみたいな、もうここ出会い系だから、みんな、なんかフォローし合えばいいんじゃない、もうなんかみんなふざけて、あんまさ、おい投げやるとか言ってるけどリアルリアル、みんないいじゃん、そうやって出会っていったら、かわいい、好き、でも逆にさ東京じゃない方がいない、みんな絶対いるよ、男同士でもいいんじゃない仲良くなれれば、うほうほ、くさくさ、出会い系ライブでマジで、でもなんかみん なんか結果さ出会いがないことが人生のさ一番さつまんないじゃん、でさ何がオタク活動して楽しいって出会いがあるからじゃない、そのさ自分で活動、そのなんていうの、身体的な活動をしなくても出会えるってところがオタクの一番の醍醐味だと思うので、自分をさそうさらけ出さなくてもリアルのね、でも何こう自分を認めてもらえる場所があるっていうのがさオタク活動の一番の醍醐味なわけじゃん、マジでペロリン、まあここで出会った男女がいるかは知らないけどそう思います、ペロリンチョしちゃった、ワインあとちょっ、あでもあと あとこれくらいだよ、もうこれ飲み終わったら今すぐ終わりたいくらいの気持ちなんだけど、ラタタ踊らない、ラタタ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 、でもパリピみたいな動きしちゃうくれな、ほんとに
変な眠い、私も眠くなってきた。今見た人いんのかな、今の感情は眠いし、チャケチ結構重いなって思ってる。でも止まんない眠りしてはないよ。一本エグい、なんか普通に一人だと飲んでるけど、みんなとこう喋ってると逆に酔いが回るね。確かに人増えてる、最初より人多い。こういう風にぴったりぴったりね。なんかさ、ギター弾きたい、こういう時に。急に弾きたず。何もノープランで始めたから何もない。今まで何を練習してたんだろうってぐらいに。何を弾いてんだろうね。ほとぼり冷めた？寝落ちしそう？誰だ？誰だ？どこまで来るとめっちゃ面白いです。寝た方がいい。あ、私が寝そうだった？
確かに眠っちゃ眠い。だ今日も、まあ、今日9時に起きたからね。夜更かし、え、あそっか1時か。でも待って、いつも朝7時に寝てるの。でも今日はインスタライブとか、まじ朝9時に起きて美容院じゃない、仕事して、でその後美容院行ってインスタライブして、もう死ぬほど早く寝てやろうって思って。みんなが眠くなってんじゃん、そっち？わかる。でもね、みんなのせいにしたけど私もめっちゃ眠いよ。睡眠時間戻したいけどめちゃめちゃきついよね。綺麗と綺麗。そっか。お水でもあるんだけどね。これお水。でも結構飲んでるねお水。別におかしいこと言ってねえから。言ってねえから。確かになんか過去一じゃないけど、その今日やってた中で一番人が多いね。かなこやで酔ってきたね。確かに。え、寝ていいよ。だって なぜみんなをそんなに終わらせたい感を出す。みんなが終わりたい、みんなが終わりたいんだったらいいけど、別にそれで終わるけど。みんな見に来てるね。あ、この状態で私を見に来てたらやばい。確かに。でもフォロワー約さ20万人いるのにさ2000人しかいない10分の1なんだねみたいな。ふてくされてるの好き。やだよそういうこと言われるの一番やん。プン。でもまあそろそろ、まあ、11時になったら終わろうかな。11時じゃないよ、1時か。1時になったら終わろうかな。うん、高槻平長呼んでいいよ。100分の1なのか。あ、そっか、そう、え、え、あ、そっか。計算弱みになっちゃった。うん。俺死んできないな、もう眠い、めちゃめちゃ眠いもん今。確かに今終わらなかったら私明日死ぬな。今こそ、そうだね、質問コーナー。ちょっと待って、今こそって来てるかな。逆にもう結構酔ったわ。はい、私はまた反対になってる。ちょっと待って、なんで反対になるの。ガンダムのゲームやってません。はい、終わり。はい、はい、次。レストランの婚礼家で勤めてますが、新郎新婦の結婚のきっかけラブライブだったっていうのが3年で4件ありました。ラブライブマジ最高じゃん。え、ちょっと映して、こっち映して、映して、ウォウォ、映して、なくない、ウォウォ、イエイエ。バカだな。ここは映してくれない、ウォウォ、ここは映してくれない、ウォウォ。
やだ恥ずかしい、なんかもう恥ずかしい、知らんこんな質問、知らん誰だこの質問したやつ。はい、あーよかった。もうなえダブルタップしたらあっちになるの。やだ、なんか別に私のただバックタッチでよかったけど。何、はい、あ、身長168センチのデカ女なんですけど、おすすめのブランドとかありますか？168センチはデカ女じゃない。だいたい日本のブランドはちょっと小さいけど、海外のブランドだったらだいたいちょうどいいっす。シスタージェーンとかね。わかんない。でも好きなブランドっていうよりかは、好きなタイプじゃないですか、ファッションの。体調悪かったけど元気になりました。2回も拾ってくれてありがとう。おやすみなさん。おやすみなさん。おやすみなさん。怒られない。こんな、でも私はそろそろおやすみなさんしたいんだよ、本当言うと。ちょっとスクショタイムするか、そろそろ。私もだってスクショタイムしたい。私した。どうでしたでしょうか。これ声入ってるよね。これなんか無音で変顔しただけみたい。近場で出るな、これ。どうだった？これでいけてたかな？わかんないけど。これで、はい、終わります。うん、そんな爆弾発言しないぐらいな良い方です。まだそう、でももうちょっとで残ってるな。ちょっとでも一瞬で飽きそうなぐらい。あ、ちょっと待って、あっち、ちょっと待って、私の恥ずかしいあのプロジェクターを置いてるキャリーケースが映っちゃって恥ずかしかったんだけど、ちょっとそんな感じだったんで、はい、じゃあこれで終わります。
皆さん楽しかったですね。じゃあそんな感じで事故じゃない、ね、まずくはない。もうただただただ私の趣味が映ってしまったので、はい、私のギターです。おい、おやすみなさい、バイバイ、またね、面白かった、私も、じゃあねー。